ラジオレレレの錬金術師。皆さんレレレハリケーンズマイルです。皆さんレレレ井上奈々です。さあゴールデンウィークも終わりまして、はい、5月半ばということで、うん、ベタですが、はい、5月病の方がちらほらと、ああまあそうでしょうね。新入社員の方々とかはね、うん、会社行くのだるいなみたいな感じになってきてると思いますよ。会社に入ってすぐにそんな大型連休あったらね、そうやね、いや行きたくなってくなっちゃいますよね。まあね、6時6時半とか7時に起きなあかんやろ。で、うん、満員電車ぎゅうぎゅうで、奈々、うん、ちゃんもでも満員電車の方でしょ。朝10とか。そうですね、朝10の現場だと8時台の電車に乗りますね、うん、だから結構ぎゅうぎゅう。僕あんまりそんな経験ないから、うん、あんまりで、うんうんうん、昼前とかが多いから、うん、どうなの、未だに慣れないもんですか。嫌ですね、うん、うって思います。特にこれからの季節は特にうって。あそっか、ベタベタした男性が出てくる、まあ、男性も女性もでしょうね。汗かくのは、加齢臭は、うん、あとは女の人、そのハイヒールだったりすると、はいはいはい、やっぱ満員電車ね、危ないですもん。あーそっか、踏まれたらあれ激痛やもんね。絶対痛い。でお互いに素足だったりとかするから、はいはい、それ踏まれたら。男の人はだってサンダルで出勤しないでしょ。しないけどね。女の人はミュールとかの人もいるからね。ただ男性の中では逆にヒールで踏まれて嬉しい方もおるみたいです。いやそれはさ足じゃないでしょあのなんか違うでしょ、はいつくばって的なやつ。分からんけど踏まれてそれを目的で電車乗ってる方もおるか分からん。そっかこの時期、そっか暑なったらそういうのが女性またあるのね。変態発言しないでください、はいはい、でもちょっと変態的なメールも来てますよ。あそうですか。レレキンネームカズアキさんからいただきました、はい、前田さん井上さんこんにちは。こんにちは。唐突ですが、はい、ギャルガンつながりで前田さんと井上さんの好きなパンツを教えてください。ちなみに僕は白の紐パンが好きです。ぜひ教えてください、お願いしますと。唐突すぎるら、ね、白の紐パンすごいですね、久しぶりに聞きましたね。紐パンというのそんなに多くないでしょう。紐パン履いている女子、ね、下着屋さんに売ってはいるけど、はいはいはい、誰買える。それこそ、うん、こないだゲストに来てくれた酒井かな子は、うん、友達の誕生日に紐パンだかティーバッグだかをあげてまして、びっくりした。酒井が白の紐パンっていうから思って。でもカナもそういうの好きなんじゃないかな。紐パンとかティーバッグとか。あそうですか。やっぱ用途によってはね、ティーバッグなんかは、うん、あのぴったりしたパンツ履くときはいいって言いますしね、はいはい、ちなみに奈々ちゃんは、うん、女性のパンツだったらどういうのが好きなんですか。何それ。奈々ちゃんにも聞いてるよねこれ。いや、そうそうそう、履くというか、まあそうね、履くじゃなく、うん、あげるとかそういう見た目で。あ見た目は私、うん、ツルツルした素材のやつが好きですね。下着屋さん行くとつい触りたくなります。あ触りたくなる。そう、触り心地良くないですか、あのツルツルしたやつ。好きですね結構。前田さんはどういうの好きですか。僕もそうですね、やっぱりちっちゃいだけでこうゴムがふわって入ってこうクマのアプリケとか。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ちょっと危ない、それ危ないか。なんか僕危ないこと。もうこれ閉めた方がいい感じですか。うん、閉めた方がいい感じかもしれない。ちょっと危ない。ネットでもギリギリ、ネットでもギリギリ。うもうアウトです。あアウトですか。アウトです。じゃあこれだけにしておきますはい、わかりました、はい。さて今回のレレキンですが、ギャルガンに登場する70人以上の女の子たちを紹介するコーナー、ギャルガン生徒名簿。今回はゲストに声優の上間恵美さんをお迎えします。そして6人のアシスタント候補が新アシスタントの座をかけて半年間さまざまなことにチャレンジして点数を競うサバイドル。セカンドバトルで早くも話題の PC ブラウザゲームとコラボレーションです。お楽しみに。はい、ちょっと大変そうやね、うん、サバイドル楽しみは楽しみですけど、ね、うん、うん、気合入れていきましょうね。はい、はい、ということで今回もよろしくお願いします。お願いします。ラジオレレレの錬金術師。この番組は科学クリエイトアルケミストの提供でお送りします。ラジオレレレの錬金術師。ギャルガン生徒名簿。さあ始まりましたギャルガン生徒名簿。このコーナーでは PS3 専用ソフトギャルガンに登場するヒロイン4人、天使2人、一般女子68人の計74人のキャラクターたちの中から毎回特定の女の子をピックアップしてご紹介するコーナーです。今回は素敵なゲストをお迎えしました。声優の上間恵美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギャルガンでは一般女子を演じさせていただいております上間恵美です。
好きなタイプは筋肉質な人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。2年前になりたかったですよね。2年前僕ね体脂肪 9% やった。すごい。今は何やかやで、今でも今でも15ぐらいかな。あ、でも、うん、ね、うん、脱いだらすごい。脱いだらすごい。ちょっと力入れてみてください。え、力入れたら血管切れるから。なんかプニプニしてる。プニプニしてない。大丈夫。プニプニしてるのは、はい、え、ムッキムキの筋肉マン。ムッキムキが好きですね。細マッチョじゃなく、もうボブサップみたいな。ボブサップみたいな、ちょっとテカってるぐらいの方が好き。変わってますね。筋肉私あそこまで行くと結構。え、奈々ちゃん筋肉質。やだ。いやいや、ね、ヒョロヒョロしてる方がいい。あのキュー出せる子みたいな。なんかなるべく薄い方がいいです。サチ系みたいな。そうそうそう。サチも薄くていい。サチ薄くていい。僕初めましてですよね。はい、初めまして。よろしくお願いします。奈々ちゃんは？私も初めまして。はい、初めまして。皆さんも初めまして。お願いします。でもね、うん、上間さんの声とは初めましてじゃないんですよ。あ、いや、なんと上間さん、レレキン新オープニングとエンディングを歌っている音楽ユニットティファンのボーカルと作詞担当をされているそうです。そうなんです。だから先月からお世話になってるんですよ。お世話になります、はい、ありがとうございます。テンション上がる感じで始めさせていただいてますよね。そうですね、ポップな感じで作った曲なんですけれども。ありがとうございます。やっぱりこうやっていろんな方に聴いていただける場で流れるっていうのは嬉しいですね。うん、嬉しい。自分のそうですよね、曲とか聴いたりするんですか、家で。家で、そうですね、聞かへんねえ。そんなもんですよ。自分のばっかり聴いたら気持ち悪いですからね。ちょっとまあ照れちゃうところもあるんですよね。出身どちらですか、梅山さん。出身は岐阜県です。ああ、はい、はい、岐阜県から。何、あ、はい、いやいや、中途半端どこやろ。ほら、地図でどこか言われへんやろ、岐阜って。あ、うん、ひどい。みんなほら、多分これだけ俺の学生も岐阜ってさせって言われたらどこかわからんよね、あれで。ひどい、日本のど真ん中です、岐阜は。ガチャガチャ、真ん中、ごちゃごちゃしちゃう。岐阜やろ、はい、岐阜羽島とか新幹線の途中で俺の中しか知らんから。名古屋の下やんね。そうです、そうです、そうそう、名古屋の下。上か、上か、名古屋の上です。ほらね、もうこんな感じですよ。私は上って言っちゃった。はいはい、ね、今ね、曲かけていただいてますけれども、うん、はい、ありがとう。その作詞とか収録時の裏話なんかあったら聞かせていただきたいなと、はいはい、裏話、そうですね、このオープニングのロンギングとか、うん、エンディングで流れている風力もそうなんですけれども、はい、ティファンというユニットがプロジェクトが始まったのが去年の9月頃なんですけれども。あ、最近なんですね。はい、その9月にじゃあティファンを始めるから、まず1ヶ月で10曲曲を作れっていう風に音楽プロデューサーの方に、松隈健太さんという方に言われて、もう一緒にやっている田中くんとヒーヒーしながら、寝れない寝れないって言いながら作ってできた曲の中の2曲なんです。ごめんなさいね、ベタな質問いいですか。はい、ティファンとはどういう意味なんですか。ティファン、はい、ティファンは造語なんですけれども、巨人をね表すタイタンっていう単語と、はいはいはい、あとファンタジーのファンで合わせてティファンっていうユニット名なんですけれども、そう、なんか巨人みたいな存在感を出しつつ、ただ力強いとかかっこいいだけじゃなくって、ファンタジー的な癒し的な面白さも出していけたらっていう、そういうアンバランスな組み合わせで、うん、面白いことやってきたらいいなというふうに思ってつけた名前でした。はい、これ名前のこと言われるのあんまり好きじゃないでしょ、今の説明からして。めんどくさいな、この説明みたいなのがめっちゃ伝わってきました。あんまりまだあの表に出てないんで、死なれてないんですよ。ほんまですか。本当です。自分の中でこの説明してもどうせ食いつき悪いのになっていう感じの説明の仕方やったね今。そんなことないです。ほんまに。これ行くと、行く場所行く場所で聞かれたらだんだん鬱陶しになるんですよね。じゃあもっといい、いい由来を後々考えていけばいいんですか。もうね、短くコンパクトでパッてやった方がいいんですよ。ちょっと勉強します。修行します。はいはいはい、でも声優としての活動の方が先なんですよね。はい、今回このギャルガンの、はい、キャラクターもそうですけれども、はい、はい、ギャルガンっていうのが養成所にいた時にやらせていただいたお仕事で、人生で初めてのお仕事でした。これは人生で初めてのお仕事。初めての声優としての仕事でしたね。はい、緊張したね。そうでもしました。多分プロの方が、まあ、30分40分で終わっちゃうような収録を、私2時間以上かけてかけましたね。撮っていただいて本当にご迷惑をおかけしたんです。あら、これ頑張って売れてスタジオ代返さなダメですよ。そう、これから頑張らないと。
意外とスタジオでかかりますからね。じゃあそんなギャルガンのお話いきましょうか、はい。今回ご紹介するギャルガンのキャラクターは一般女子から2人、里中ルルと姫野アリサです、はい。上間さんはこちらの2人の声を担当されています、はい。姫野アリサは前回このコーナーで紹介した帝彩奈、月宮まどかと同じ軽音楽部所属です、うん、前回のラジオドラマにも登場してくれています。はいはい、はい、うん、かわいいキャラクターですよ。僕パッて見たんですけどね、かわいいんですよ、うん、はい、こちらですね、資料ありますよ、はい。ルルちゃんはですね、うん、はい、お嬢様だそうです。そうなんです。でも元お嬢様なんです。え、元というのは何ですか？どういうこと？ちょっと家庭の事情が複雑な子で、もともとお金持ちだったんですけど、うん、でもいろいろありまして、はい、今はお昼休みに目指しの入ったお弁当を一人で隠れて食べているっていう、ちょっと、はい、複雑な。うちの芸人で言えば元 R1 チャンピオンの中山浩太みたいなもんですね。そうです。あいつボンボンで20何 LDK のとこやから、超ボンボンやったの。お父さん破産して家族バラバラになって、チャンピオンになったのに仕事もなくなって、今バーでアルバイトしてますからね。そんな感じですね、ルルは。そんな感じ。そうですね、これから多分大変な人生が待っているんだと。だからちょっと顔表情暗い感じ、この写真っていうか絵がそうなんか知らんけど ね、ちょっと闇を見つめるみたいなのしてますよね。はい、もう一人、姫野アリサちゃんはですね、うん、マイペースな女の子だそうです、うん、軽音楽部ではキーボードを担当。前回ね、はい、放送の放送部、うん、違う、なんだっけ、お昼の放送にね、はい、出てくれてましたけれども、はい、うん、まあでものほほんとしたマイペースっていう割に結構賑やかな感じでしたね。そうですね、演じる時に言われたのが、うん、これ名前を言っちゃっていいんですかね、うん、イメージの芸能人の方がいて、ほうほうほう、はい、誰、千秋さんイメージで、もうプーみたいな感じでやってって言われたのがこの姫野アリサちゃんでした。へえ、そうなんだ。あ、そうか、確かにマイペースだけど、うん、すごいこうパワフルな感じ、はいはい、周り振り回しちゃうみたいな子でした、ね、はい、いいですね、僕好みのヘアスタイルですね、ショートカットで、ショートカット、うん、黒髪じゃないですけど、ね、僕の場合ショートカットで黒髪がドストライクなんですけど、隣にいますけどショートカットで黒髪の、あのね、年齢がもうクソボールなので、クソです、クソ、あ、暴力暴力、ラジオで暴力ですよ、誰か大人の人、暴力振るわれた、はい、あ、本当ギャルガンってね、一人一人にすごいきちんとした設定があって、はいはい、だって74人キャラクターがいるんですよ。すごいですよね、一人一人こうやって作ってるのすごいと思う、ね。でもそういうのがある方がね、はい、演じるときにいかに変えるかみたいなのも楽しいですよね、うん、楽しいです、うんうんうん、愛着あるやろね、この二人にね、初めてのキャラクターやったらね、うん、担当する忘れられないキャラクターです、うんうん、いいね。さあそしてですね、はい、ここからは今回から突然始まったミニコーナー、はい、はい、この子に似合うのはどれだに行ってみたいと思います、はい。このミニコーナーでは前田さんに今回ご紹介したキャラクターに最も似合う衣装を選んでいただきます。ありがとうございます。はい、こちら資料をねご用意いたしましたので、はい、もう前田さん、この番組はほんまに嬉しいです。僕の夢を叶えてくれますからね。じゃあルルちゃんとアリサちゃんに似合う衣装、はい、こちら9種類ありますので選んでください。ありがとうございます。ほんまに僕最近ほんまにガチでね、会社の打ち合わせでですね、うん、前田さん次何にチャレンジしたいですかって言われた時に、うん、セーラー服をプロデュースしたい言うたらドン引きされて一回休憩入られたんです。プロデュースしてくださいよ。いや、したいんですよ。キルキル、はい、じゃあまずですね、ルルちゃんからいきましょうか、はい、ルルちゃんこれ言うてってんから、これがあるっていうのは、バニーガールセットとかね、うん、ブルニャンマンセットとかスクニャンマンとか、まあちょっとツンデレタイプなんかな、ルルちゃんは。そうですね、うん、でこのお団子ヘアからしましてですね、僕の大好きなですね、はい、チャイナセットなんてどうでしょうかね。いいですね、いいですね、うん、僕キョンシーとか出てたあの女の子とかも昔好きだったので。キョンシーが出てた、キョンシー出てた、テンテンかな、テンテンかな、そう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 、うん、好きなので、うんうんうん、似合うんちゃいますか。そうですね、ぴったりですね。お団子にこのカバー、白のカバー入れて、いいですね。ミニスカートのチャイナドレスですよね、うんうん、そうですね、元お嬢様だからちょっと上品な気品の ね、部分もありますしね、うんうん、ちょっとそうですよ、ね、あのお胸もあるタイプなので、あ、そうですか、いいですね、似合うと思いますね。チャイナの格好で、中国式マッサージを受けたいです。
中国式マッサージあるでしょ、あれお店でもあるじゃないですか、ルルちゃんにやってほしいと、ルルちゃんにあの健全なやつね、はい、健全、もちろんそうですね、そうそう健全なやつ、ウーロン茶飲みながら順番待ってての、うん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 、中国式マッサージ、うん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 、ちょっとオプションどうしますか、ギリ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 のところを言ってギリギリじゃないですよ、健全ですよ中国ギリギリ、わざわざ健全っていうところがそうですよ、ね、不健全なの、はい、じゃあ次、はい、アリサちゃん、アリサちゃんもうね可愛いからね、うん、あ、じゃあルルちゃんも可愛いは可愛いんだけどね、そうですね、まあ普通に普通ってないですけどブルニャンマンセットいきましょうか、体操服ブルマですね、いいですね、このへそ出し体操服なんですね、ブルニャンマンは、そうですね、へそが出てる、そしてブルニャンマンの場合は、首元に鈴かな、はい、と、肉球付きの手袋、はい、あとブルマには尻尾がついてあったりとかしますね、はい、おまたこの表情がやらしくて可愛い、四つん這いで走ってきてほしいです、はい、ほんまに猫のように、四つん這い、 つん這いというか猫でね、うん、もうバーッと走ってきてほしいですね、うん、はい、引いてる、うん、若干引いてる、あ、もうね、次の話題に行こうかなって思って、オープニングこのコーナーのど頭から若干引いてる感じ、そんなことない、ウーマさんだったらどの俺振り、私だったら衣装を合わせたいですか、この子たちに、そうですね、ね、紹介してないのでも小悪魔セット、うん、ナースセット、セットエプロンセット、ビキニセット、うん、そしてサスペンダー共感セット、これすごいですね、私これがいいです、これがいいの、一番激しいやつやよこれがいい、お肌がお肌の面積が多いところ、どっちに、いや私はルルちゃんですね、あ、まあ、スタイルの良さを生かして、生かしつつ、うん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 、でアリサちゃんはちょっと幼児体型なので、うん、どうしようかな、でも身長はね高いんですよね、160センチとスラッとしてる、結構高いですよ、うん、小清水亜美と一緒ぐらいや、亜美ちゃんもっとあるでしょ、168だって亜美助、え、そうなんですか、そうそうそう、最近聞いたら確か、そうなんだ、うん、細いから余計高く見えるみたい、モデルさんみたいですね、うん、じゃあ私は、はい、アリサちゃんには、うん、じゃあスクニャンマンセット、あ、いいですね、スクミズ、スクミズ、これもお手手は猫なんですね、そうですね、うん、そして尻尾もついておりますね、うん、おー、ナナちゃんある、私、あ、私この子たちに着せるなら、そうですね、なんか最初ルルちゃんにバニーガールいいなって思ったんですけど、割と髪型が特徴的だから、うんうん、これにね耳を合わせちゃうとちょっとこう、うん、頭が、そうやね、ね、うるさい感じになっちゃうから、ね、ルルちゃんこの髪型解いてもらって、うん、バニーガールやってもらいたいなって、見てみたい、ね、きっと解いたところって見たことないですもんね、じゃあここでですね、うん、前田さんにね、はい、嬉しい企画に行きましょうか、ね、まだ嬉しいことやらせてくれますか、はい、先ほどルルちゃんにはチャイナ服を着せたい、はいはい、で、はい、アリサちゃんには、ブルニャンマン、ブルニャンマンを着せたいと言いましたね、はい、じゃあ上田さん、はい、そのイメージで、はい、前田さんにセリフを言ってあげてください、おおすごい、はもうほんまに今聞いた無茶ぶり感がすごいですよそうですね、僕的には嬉しいですよ、はい、いいですか、はい、ルルちゃん、はい、チャイナです、チャイナでルルちゃん、うん、待ってください、行くときちゃんと言ってください、僕目つぶるんで、はい、はい、ブルニャンマンやって、ブルニャンマン、はい、それでは、チャイナ服を着たルルちゃんで一言お願いします、見せないあるよ僕は何を見ようとしたんでしょうね、見せないあるよっていうさっき散々丈が短いからとか言ったから、見せないあるよ、見せないあるよ、下ちゃんと履いてあるよと、履いてあるよ、 あ、これまさか、ん、どうした、ひもパンじゃないですか、あ、ほんまや、出た、ほんとだ、ほんまや、今話題のひもパンさっきね、さっき話題にしたときにチャイニーズでひもパンってね、え、珍しいっすね、いやでもね、ここまで結構スリットが入ってるから、そうですね、ね、恐るべしチャイニーズ、前田さんの好きなパンツを履いてたらちょっとかっこ悪いと思ったんじゃないですか、中国4000年のひもパンがひもパンがね、はい、ありがとうございます、次、はい、ブルニャンマンを着たアリサちゃんでお願いします、はいはい、ボール遊びする、あ、猫だからね、猫だから猫だからボール遊びする、する、うん、そっか、どうしようかな、ボールは
あかん、いらんことばっかし選ぶ。なんもないですよ。なんもないですよ。いったよ。だまた叩かれた大人の人。今日井上奈々が叩くんです。そうなるでしょう、お約束で。ボール遊びします。ボール遊びしましょう。はい。ましょう。はい。何も言うてへんのに、何この空気。え、これ今後も続いていく感じですか、この流れ。何やめさそうとしてんの、この流れ。ええやろ、このコーナー。前田さんがやっぱ気持ち悪いんですけど。俺何も言うてへんやろ。ニヤニヤしてた。ボール遊びするんだ、そっち。ありがとうございます。気持ちよかったです。しましょう。はい。遊び。はい、ということで今回ご紹介したキャラクターは里中ルル、そして姫野有沙の2人でした。次回はどんなキャラクターをご紹介するか、はい、皆さんお楽しみに。それではここで上間さんから、お知らせがあるそうなので、はい、お願いいたします。はい、今年の夏に発売予定の D3 パブリッシャーさんの PS ビータのゲームですね、はい、バレットガールズというゲームに上白みなぎちゃん役で出演させていただいております。はい、はい、そしてこのバレットガールズの主題歌もティファンで、おー、はい、制作しまして、うんうんうん、フェイスという曲を、はい、はい、聴けますので、うん、ぜひ今後の情報もチェックしていただけたらと思います。はい、はい、かっこいい熱い曲です。お願いします。はい、そして海人というキャラクターご存知ですかね。うん、わかんない。わかんない。青い体でちょっと似合って笑った顔が可愛いやつなんですけれども、その海人とコラボして、うん、ティファンが今楽曲を制作しております。うん、はい。いろいろと、うん、今後も展開があるので、はい、ぜひツイッターなどでチェックしていただけたらと思います。はい。はい、楽しみにしております。お願いします。ということで、今回は、上間さんをお迎えして、ギャルガン生徒名簿のコーナーを、お送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラジオレレレの錬金術師、迫る敵を撃ち抜く、シューティングゲーム、ゾンビ。宇宙人、数々の敵が登場するジャンルに現れた新たな敵の正体は、可愛い女の子、視線の弾丸であの子のハートを撃ち抜いて。プレイステーション3専用ソフトギャルガン、パッケージ版ダウンロード版どちらもベストでお得に発売中。ダウンロードコンテンツも好評配信中。アルケミスト、サバイドル。さあ始まりました、サバイドル。胸焼けするほど個性があふれるアシスタント6人が登場です。はい、このコーナーどんなコーナーでしたっけ。誰も言えへんのかいですよ。はいはいはい。どんなコーナーですか。今日は誰が説明しますか。私です。私って誰ですか。声優&ボーカルコース。そっから行くんかい。嘘嘘、いいですよ、自己紹介が大事やからね。はい、声優&ボーカルコース白内真央が説明させていただきます。はい、今回このコーナーは6人のアシスタント候補生たちがいろいろなことにチャレンジし、その完成度でポイントを稼ぎます。そして6回9月まで戦ったところでポイントの高い人のみ10月以降のレレキンに正式アシスタントとしてラジオに参加する権利が与えられます。リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。前回はね、はい、スクワットをしながら、うん、お兄ちゃんなんちゃらかんちゃらみたいなことをやりましたね。はい、やりましたけれども、はい、得点的には今誰が一番。はい、伊藤さやかちゃん、そしてはい、こまいです。こまいめいちゃん、はい、2人が5ポイント、はい、いただいてます。で、そのあと4とか3とか2とかって続くわけでしょ。はい、まだまだ全然ですね。まだ全然1回目やったしね。全然順位は変わりますよ。怖い、うん、怖い、何が怖いんだい。まだ何も説明してないのにそんな怖いことやるのかな今日は。はい、さあそれではそろそろチャレンジに参りましょう。今回のチャレンジ内容の発表、前田さんお願いします。さあ今回お前らがチャレンジするのはこれだ。想像力全開、ブラッドオブドラゴンバイス。よいしょ、俺の仕事終わり。本当だ、前田さんの仕事はもうない。じゃあ適当に相づちお願いします。はい、お願いします。今回の対決はニコニコアプリ DMM.com などで好評配信中のPC 用オンラインゲームブラッドオブドラゴンにご協力をいただきました。少女をドラゴンを、あなたが育てるのは世界にただ一つの存在。
ブラッド・オブ・ドラゴンは竜に支配された世界を舞台に仲間と共にギルドを育て戦い抜くバトル RPG。 さまざまなイラストレーターさんや声優さんに参加していただき大変盛り上がっているゲームです。今後も参加するイラストレーターさんや声優さんが続々と増えていくという、まあ、カオスなコンテンツとなっているそうですね。で、こちらですね、タイトルにもありますように今作にはドラゴンが登場します。そのドラゴンを今回特別にお借りいたしました。ドラゴン借りた、はい、こちらがそのクリスタルドラゴンです。じゃーん、おー、やばい、かっこいい、かっこいいね。クリスタル言うだけなんかその羽の部分がね、ね、そうですね、かっこいい。まあ、このイラストが出たところでみんなが何をやるのかまだ想像つきませんね、はい、何をするのかと言いますと、声優は現実には存在しない生き物を演じることもあるというわけで、今回6人にはそれぞれこのイラストのクリスタルドラゴン、その鳴き声を自分たちで想像し再現してもらいます。いやいやいや、想像です。そうですよ、現実には存在しないからこそ私たちにそれっぽいと思わせれば勝ちです。はい、魂を入れるのよこのドラゴンに。はい、あなたたち分かってる、魂を入れるのよ。はい、私の仕事終わり。そして今回も採点はポイント振り分け方式、私と前田さんが10ポイントずつ持っていますので全員の演技を採点してポイントを振り分けます。すごい子がいればその子が20ポイント全部をゲットすることもありえます。皆さん頑張ってください。はい、はいはい、頑張ります。じゃあ今回もね、1人ずつ行っていきますので、うん、今回は、前回得点が多かった人からやってってもらいます、うん、じゃあだから、ね、そっか、前回低かった人は周りのみんなのちょっとデッキを見ながら調節していけるってこと、うん、悩ましい、そうですよ、同じのはいらんのだよ、同じのは、はい、ザクとは違うのよみたいな。ナナちゃん遠回しにザクとは違うのよ、はい、それじゃあね、一番最初にやるさやかちゃん以外の子はとりあえず外で待機しててください。はい、まず一人目はこちらです。はい、声優&ボーカルコースの伊藤さやかです。よろしくお願いします。お願いします。緊張してますか、トップバッター？緊張してます。照れくさいのもあるもんね。はい、そうだね、うん、なんか授業でもこんなのやらないもんね。やらないです。ドラゴンの声をやってみようなんて ね、 なかなかね、はい、私も声優人生でやったことないかもしれない。こんなごついのなかなか ね、 女子に回ってこないですからね。そうやね、こういうのはだいたい森川さんとかがやる。そうですね、そうですよね。それをこのちっちゃ可愛いさやかちゃんがトップバッターでやってくれますので。こういうのやるのも初めてです。授業ではやったことある？こういうないキャラクターに魂まだやったことない。はい、おいいね、それ余計緊張する ね、 はい、うん、それでは心の準備はよろしいですか？はい、はい、ではさやかちゃん、ドラゴンの鳴き声お願いします。練習今の練習あのひねりゼロまあね、一回トップバッター、一回勝負やからね。トップバッターですか？今すごく顔赤くなって顔をね手で隠してはりますけど、はい、はいはい、未練はないよね？ないです。ないよね、はい、うん、考えたもんね、うん、考えました。泣きそうやけど大丈夫？あなたがやったことやからね。はい、はい、はい、ではさやかちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、2番目はこの子です。はい、声優コース2年駒井芽衣です。はい、お願いします。声質的には別に苦手じゃなさそうな、ね、いや、これでもやったこともないですよ、こんなん。みんなやったことないし。そうですよね、うん、やったことない、ね、前田さんもやったことないでしょ？ないですね、こんなもん。そうでしょ、こんなもん、この可愛いのはね。こんなん前メロディに出てきませんもんね。そうですね。でもね、プロになってこういうのもね、キャラクター出てくるかも分かれんから。そうですよね、はい、うん、じゃあちょっとなるべくもう全力を尽くすのがね、私のモットーなので頑張ろうと。頑張ろう、喋れてんの？いや、まずドラゴンって言えないんですよね、そっからまず問題。そうね、うん、そっからですね。大丈夫、鳴き声だからドラゴンって言わないし。あ、そうだ、大丈夫。それではメイちゃん、ドラゴンの鳴き声お願いします。はい、うおー、終わり。終わりですか？あ、終わっちゃいました。待ちましたけど、終わりでよろしいですか？あ、はい、なんかやっぱそんな長くは吠えないかなと思って、こうやって。ああ。一回で相手をもう、
ビビらせるみたいな。はい、わかりました。はい、ということで、はい、めいちゃんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、3人目の登場です。はい、よろしくお願いします。小谷みおりです。お願いします。二人の見てましたか？はい、見てました。結構ヒントなりましたか？いや、もうちょっとどうしようと思ってまだ、うん、みんなまだこの場に入っても固まってない感じなのね。でもね、やっぱりよくわからないです。い、うん、私もちょっと悩むもん。特に女の子の場合は余計ね、はい、はい、女の子なんで、うん、なんで言い直した声が言うといたのに、あえて自分でも確認して女の子です。わかりました。それではみおりちゃん、ドラゴンの鳴き声お願いします。はい、はい、おお、迫力ある。ありがとうございました。ありがとうございます。いいね、いいね、火吹いた感じしたね。ちょっとあの攻撃してる感じかなと思って、はい、はい、僕のターンみたいでよかったです。はい、みおりちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、4人目の子が来てくれました。お願いします。声優&ボーカルコース2年、白内真央です。順番的にはいい順番ですよ、4番いうのは、うん、みんなもね、3人見れたんやから、そうだから真ん中やから、うん、でもなんか期待できそうやけどね。やだやだやだ、なんかセクハラしましたか？はい、まあでもね、真央ちゃんなりの鳴き声っていうのをね、はい、やっていただきたいなと思います。それでは、はい、真央ちゃんドラゴンの鳴き声お願いします。はい、おお、他の子とは違ってちょっと手を使いましたね。ね、うん、こもった感じを自分で演出してた。はいはいはい、すごいすごい、公開いらずですね。はい、何恥ずかしい。やり終わってから全然こっちを見てくれないですけど、あ、見た、チラッと見チラッと見てくれました。チラッと見ました。はいはい、はい、はい、真央ちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、5人目の方自己紹介お願いします。はい、今日もショートパンツ髪型はツインテール、声優&俳優コース2年、今井かなみです。お願いします。お願いします。あれ、そんな紹介の仕方やったっけ前から？いえ急に今日から始めたの。はい、あ、いいね、ツインテールです。余裕があるって捉えましたけど、今の言い方からして。いいえその余裕のなさを隠すための、ね、隠すためのだったかもしれない。はい、はい、さあ、それではね、今日ちょっとクリスタルドラゴンと似たような感じの服じゃん。うん、まや、色が似てるじゃん。いけるね、一緒ですね。いけるね、はい、はい、それじゃあかなみちゃん、ドラゴンの鳴き声お願いします。うーくわー、5本。おお、それは今のは5本まで入れればいいんですか？5本前まで。いや、入れていただいて5本まで。お前、お、5本まで入れて。変化球だった、はい。怖いと見せかけて実はちょっと可愛い、なんやの、安田大サーカスのクロちゃん的な感じやね。あの、なんか前回ギャップって言われたんで、あ、ギャップ出そうと思って全然できたの。ああ、そうですか、うんうんうん、前回ギャップって言ったのをすっかり僕忘れてます本当ですか？大丈夫です。いや、面白かったね、みんなとチャオパターンで良かったです、うん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では最後6人目の登場です。はい、みんなのハートをいただきます。目が離せなくなる妹キャラ、 TSM 俳優コース北内奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北内さんはそういう挨拶でしたね。はい、そうです。覚えてます。はい、分かった。これが本当の余裕ですよそうですよね。え、本当にダメなんですあれだって今まで緊張なんか全然してなかったじゃん、うん、あ、でも、うん、それでもやっぱ今再会という現実があるので、うん、なんか一人バカみたいだなって思ってますそんなこと思っちゃいけないよ、はい、でも全員ね、5人の見てきたから、うん、そうですよね、うん、自分の中になんかあるでしょ、はい、浮かんだでしょ。はい、はい、わかりました、はい、じゃあ奈美ちゃん、ドラゴンの鳴き声お願いします。ぐおー、以上です。今ミキサーさんがこれ声割れたんじゃねえかなみたいな顔をしたけれども、まさかの悲鳴でしたね。まあでもその迫力っていうとこですよね、はい、魂を込めたらこんなになっちゃいました。私たちは全然 OK ですけど、ミキサーさんどうですかもう一回もう一回になっちゃった真っ赤はい、じゃあ魂込めて、それでは、はい、奈美ちゃん、ドラゴンの鳴き声お願いします。ぐわー
大丈夫。はいよ。はい、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さて、6人の挑戦が終わりましたので、結果発表に移りたいと思います。お願いします。皆さん、ご苦労さんでした。ありがとうございました。難しかったと思いますけどね。はい。じゃあ、まずはですね、はい、伊藤さやかちゃんからです。はい、前田さんからじゃあ、お願いします。はい、僕からは、まあ、1ポイント。はい。はい、私からはゼロです。はい。はい。はい、まああのね、テレが勝ちすぎてるというのがね、はい、一番あのこの世界テレたら一番寒いし、テレたら一番あかん仕事ですからね。うんうんうん、まあトップバッターっていうのがあったのかもしれないですけど、ね。はい。まあその辺を考えて、まあ、まあゼロに近い位置です。はい。はい。はい、じゃあ次お前ですはい、はい、小前めいちゃんには、はい、僕は1ポイントありがとうございます。私はこちらもゼロです、はい、あのね声質的にいろんな変化球ね、はい、この、うん、そこに恐竜とかこういうドラゴン系の声絶対出せる声をしてると思うんで、うんうん、僕はね素人ですけど声素人ですけど、はい、なのに頑張りきれなかったっていうのはね残念で、これもまあゼロに近い1ポイントです。はい、ありがとうございました、はい、もうちょっと変化球を出してもらえたら嬉しかったかなと。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ次、小谷美織ちゃんです。はい、お願いします。僕は3ポイント。お、私は2ポイント。ありがとうございます。気合がありましたね、うん、そうですねうん、うん、頑張りました。うん、うんうん、テレなかったですしね。はい、うん、よかったと思う。なかなか女の子ああいう声出すのちょっとテレありますもんね。あ、本当ですか。知らんがな、わ俺女ちゃうから知らんわいや、もう全力でやらせていただきました。あ、ありがとうございます。はい、はい、次、白内真央ちゃんです。はい、白内ちゃんはあの2ポイント。おお、私も2ポイントです。奈々ちゃん何かありますか。私やっぱ手使ったのがすごい良かったなって。 あれで他の人とは違う音になってたし、うん、その真央ちゃんが出す声ともまた違う音が出てたのが良かったなと思いました、うん、ありがとうございますあの手使うのは自分のアイデアで、お風呂の中でやってる時に手使った方が良かった。あ、響くなって。そう、うんうん、絶対隣室満たないけどなお風呂でやーってたそうなあ、よく緊張から白当番されんかったな自分。結構叫んでるからよく。あ、そっか、大丈夫、慣れてんじゃん結構叫んでる。じゃあ次、はい、はい、今井かなみちゃんです。2ポイント。はい、私は4ポイントです。おー、はい、ありがとうございます。なぜに、はい、あの別にクリスタルドラゴン、はい、絵は結構強そうで、はい、あれなんですけどどこにも大きさは書いてないんですよ、はいはい、実はちっちゃいかもしれないっていうのも考えたら あれはあれですごく面白いなと思いました、はい、わかりました、うん、はい、じゃあ次はい、じゃあ最後北内奈美ちゃん。はい、1ポイント。はい、私は2ポイントです。はい、ありがとうございます。なんかちょっと奈美、はい、ちゃんからは想像しないような大きさだったというか、うん、まあスタッフさんに迷惑もかけつつ、はい、いやでもその思い切りの良さはすごく良かったなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ご苦労さんでした。ありがとうございました。ではここで、今までのこれまでのね累計ポイントを、発表します。はい、はいはい、伊藤沙耶香ちゃん6ポイント、はい、小前でしょうか。小前さんでした。はい、はい、小前めいちゃんが、6ポイント、はい、小谷美織ちゃんが9ポイント、はい、白内真央ちゃん6ポイント、はい、今井かなみちゃん8ポイント、はい、北内奈美ちゃん5ポイントということで、はい、今のところ美織ちゃんが、はい、9ポイントで、うん、ありがとうございます。なんと出てますが、それを追うかなみちゃんという図になっております。でもまあ上としても3ポイント違いぐらいか。そうですね、ポイント4ポイント、ね、まあ全然逆転ね、うん、一気に5点なって取れればいいっていう感じですから。はい、はい、というわけで、現在一番ポイントが高いのは、小谷美織ちゃんということになっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、戦いはまだまだ続きます。6人の成長と頑張りにご期待ください。今回、使わせていただいたブラッドオブドラゴンは基本無料で好評配信中です。ぜひプレイしてみてください。以上、サバイドルでした。ラジオレレレの錬金術師。
きましたラジオレレレの錬金術師第95回いかがだったでしょうか。今回のエンディング担当はアシスタント候補生の白内真央ちゃんと伊藤さやかちゃんです。はい、お願いします。今日ゲスト来てくださった上間さんのこの歌ってるエンディング曲ですよね、これ。そうです、風力。うん、いいですね、うん。風力ってなかなかタイトル、曲のタイトル風力って珍しいもんね。ね、確かに。うん、それ聞くの忘れたな、うん。また来てもらおう。そうですね。うん、そうね。そこのも分からへんけど、また来てもらおうな。うん、また来てね。うん、コンパクトにしてね、風力の説明。してねってもう言うてもうてるよ、そこの分かってるみたいに。はい、エンディングですね。うん、あとどうでした？2人今日挑戦してみて、難しかったですですほんま、それ以上に僕たちがあなたを動かすのは難しいです。笑ってるで笑ってるでね、サバイドルも盛り上がっていきたいからね。はい、はい、じゃああと仕事があるのね2人は。はい、はい、お願いします。この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。私たちへの応援メッセージや番組への感想などどんなものでも OK です。メールを送っていただいた方の中から抽選で毎回素敵なプレゼントをお送りしています。今回はゲストの上間恵美さんからいただいたサイン色紙を1名の方に、そしてティファンのライブで予約特典としてプレゼントしているあの頃に戻れちゃう上間恵美と青春を謳歌できちゃう CD を1名の方に差し上げます。メールアドレスはレレアットマークアルケミスト -net.co.jp レレアットマークアルケミスト -net.co.jp レレレの錬金術師のホームページのメールフォームから送ることができます。皆さんどんどん送ってきてください。おい、はい、これなんかスタッフの作戦かなんかしたけど、これだけあの緊張してエンディングのこのね、うん、プレゼント宛先とか言われると、うん、なんか自然とエンディングえらいコンパクトにしてまうよね。今さらなあかん思ってどなたも喋り、もうちょっと喋りたいけど、この子らもう喋ること決まってるからなあ、コンパクトコンパクトに行くから緊張するよね、そらね。はい、緊張する。さっき言った今俺緊張するよね言うたまあね、変わった2人やけどね、はい、なんかありますか、ナナちゃん。私から、はい、来月も頑張りましょうね。もっと絡めやん、絡むな危険みたいになってるやないか、お前。そんなことないです。絡め、もっとお前思い起こせば、あんま白内ちゃんと絡んでよ、お前。白内ちゃんとナナの絡みちょっと聞かせろや。真央ちゃん、今日の服いつもと違うよね。いつももっとなんか大人っぽい格好してたけど、今日すっごいカジュアルで、あ、そういうの似合うねって思った。ありがとうございます。なんで隠すの？って思ったの。なんか一番最初に会った時、うん、すごいビシッてしてたじゃん、うん、赤いニットのセーターで、うん、あの化粧もかなりバッチリしてきてたじゃん。今日ぐらいの方が、うん、あーちゃんと、うん、19歳ぐらいの感じがしてすごくいい、うんうん、だってそれを受けてどうですか。じゃあ今後もそういう感じでいきたいと思います。だから、ね、とっつきやすいよ今日。とっつきやすい、うん、今までどういじろうかなってちょっと私悩んだことがあったから今日すごく良い。あ、やったで、私はさやかちゃんポイントゼロにしちゃったけど、うん、ああいうさやかちゃんも実は好きで、うん、なんかうわ、あもうダメだ、うわ、ってなってるのも可愛いなと思ったけど、心を鬼にしてゼロポイントにした。個人的に仕事関係なかって趣味的だったら可愛いでしょ。そうすごい好きなのこういうなんか、まあ、僕もですよ、趣味的なというか、ちょっとプルプルしてる感じの子が好きなの。そうですね、僕もそうです。そうなのだから、はい、あの別に心からゼロにしてるわけじゃないからね、はい、大丈夫、はい、私も好き。 ありがとう。いや頑張ってね、みんなも頑張ってね、はい、アシスタントのみんなもね、来月もよろしくね、次回もね、はい。ということで今回はここまでです。お相手はハリケーンズ前田と井上奈々と、アシスタント候補代表声優&ボーカルコース白内真央と、同じくアシスタント候補代表声優&ボーカルコース伊藤さやかでした。それでは次回までバイバイ。ラジオレレレの錬金術師、この番組は科学クリエイトアルケミストの提供でお送りしました。